彼女の人差し指、壁にはユニオンフラッグ、 UK ロックがお気に入り、日常つまんない、絶望足んない、日常つまんない、絶望足んない、リアル勃起してる、プラグ挿入、ほてった真空管アップ、鳥肌立つようなフィードバック、めちゃくちゃに破壊されたい夜、日常つまんない、絶望足んない、日常つまんない、絶望足んない、リアアップダウン繰り返す、速くなるストローク、心臓のベースト、脳内ハイハットが鳴る、日常つまんない、絶望足んない、日常つまんない、絶望足んない、リア裸が裸じゃない、自分が自分じゃない、言葉を脱ぎ捨てる、皮膚も目玉も脱ぎ捨てる、心臓が脈打ってる、彼女けれんの動き、ここに存在する自分、今は存在してる自分、日常つまんない、絶望足んない、日常つまんない、絶望足んない、リアテレキャス先っぽいじって、彼女の人差し指、壁にはユニオンフラッグ、 UK ロックがお気に入り、どうもどうも、6月25日、ありがとう。おもったんだに、高吉、そして高瀬俊、二人に盛大に拍手を。本当、ありがとうございます。なんか、渋谷のアピアの時のライブ2-2みたいな気分です。わかる人にわかる。絶対最後まで楽しんでいってください。
ソリンスタンドの黄色いネオン、通り過ぎてくタクシーのランプ、午前3時の国道、明かりの消えないコンビニエンスストア。子供の頃この街は俺たちの遊園地だったね。五段変速ギアの自転車で爆撃機のように走っていた。人を傷つけて、俺たちの腕は汚れているけど、胸に小さく燃えている、この炎を消したくないんだ。今お前をタンデムシートに乗せて走っている。天国から吹きつける風が二人を洗ってくれるように、働いて稼いでどこの部屋にも荷物が溢れている。でも隠された心が欲しがるのはそれじゃない。宗教の教えや占いじゃ二人の行き先はわからない。俺たちだけの道を探し当てよう。たった一つの砂粒でもいい、確かなものだけこの手に残して。冷たい風の中で時間よりも早く感じている。まだある熱に身を任せ、朝日が昇るまで走ろう。心臓の鼓動が通り中を響き渡り、血液がまた燃えたぎり出す。線路に耳を押し当てて近づく列車の良さ、道路清掃車が全てを片付けて、表通りにはもう何も落ちていない。血液の流れの夜行列車で、今夜お前を抱きしめたい。特徴もない。だから
磨いてもお金にならないよ。君の見たまんまただの石ころだ。隕石でも化石でも遺跡でもない石、何の歴史も深くもない。だから集めてもお金にならないよ。ああ役立たずの石、ああどこにでもある石、石ころの分際で、この石ころ風情がいろんな角度から検証見せてみても、結論となるのはつまらない石。何の御利益も効能もない。だから拾ってもお金にならないよ。角になるだけ、角張るばかりで丸くなれないよ。ああ役立たずの石、ああどこにでもある石、石ころの分際で、この石ころ風情が俺は見た通りのただの石ころだ。その辺にもある道端の石、何の変哲も特徴もない。だから磨いてもお金にならないよ。地下系のオレンジも
が全部そこで見た学校の巣の上でを覚えているか。一番好きな映画だった名言のはずだったものたちが減ってしまった。今でもバイトの給料フィルムにつぎ込んで食えなくなってもタバコの数は変わらなかった。隣の部屋のノイローゼの学生が殴り込む怖かった夜もあったけど、言葉で傷つけても嘘だけはつきはしなかった。お前の行方は今は知れない。学校の巣の上でを覚えているか。一番好きな映画だった、ジャック・ニコルソンもいいけど、何よりラストシーンだ。自分をかけて生きてる目がなかなか見当たらない。憂鬱な毎日に刺激ばかりを強く求める。ハリウッドの映画は軽薄になった。現実はちょっと窮屈になった。夢を見たお前が裸でだだっ広い草原の中走っていた。俺は動けないで地平線へと消えてゆく。お前を見送るしかなかった。今を潰すグラビアのルールを見て絶望の部屋から逃げ出している。でも俺は本当の挫折感なんか味わったことはない。あんなにもしない宝くじを買い込むほど追い詰められてもいない。レコードのブルースにクラッカーどうしてもあるのは薄っぺらい人生論だけで、俺は暗闇を恐れている。一人の時に不意に襲ってくる今夜この暗闇に自分の鍵が来るまで戦いつけよう。役になると海外旅行に行く奴らを笑っている。安っぽいドラマに泣いている奴らを笑っている。でも俺はブラウン管の前で文句を言うだけ。自分を清楚化しなんてか不安を抜きている。好きな感じに体を照らしてみろよ。ほら俺の足元には影がない。
時に不意襲ってくる。今夜この暗闇に自分の影が映るまで戦いつけよう。ものもある。どんなに払っても買えないものもある。自分を苦しめる過去を消すことなんかできない。未来の思い通りとは限らない。外空をいくら作ろうて、平気そうな顔をしていても、俺は暗闇を恐れている。一人の時に不意襲ってくる。今夜この暗闇に自分の影が映るまで。戦いつけよう。俺は暗闇を恐れている。一人の時に不意襲ってくる。今夜この暗闇に自分の影が映るまで戦いつけよう。すいません、ちょっと音が出なくなってた。何だ、ごめん、ちょっと待って。ごめん、なんかもう一回ちょっとやり直したんだけどいいかな。夢見た夢で
えない男に追われ必死で駆け下りていた男の腕に捕まらないように大声を上げて弾の出ないピストルを必死で振り回しながら目が覚めた時背中も肩も鋼のようにこわばりシーツは汗でぐっしょり濡れていた狭い部屋を出ると通りはやけに静かで一人水に自販機だけが光っていた私はいつも嫌そうでいて仕事から帰るとまた家族に怒鳴り出す僕と姉はいつも怖くて震えていた突然の怒りにまた食事が止まるからある夜のこと親父が一人明かりのない部屋で闇の中に潜んで何かを睨みつけるようで真っ暗な林の方から聞こえてくる野良犬の遠吠えに僕は辺りを見回した路地裏で会おう
か。お前の姿を暴いて。これでやりたかったんだよ。
10時50分時計が指しこのコマーシャルがやってる頃アパートドアを出て缶ビールの自動販売機へ考えようによっちゃ何でも楽しくできるはずそんなこと分かっていても納得できない夜井戸水を掘り当ててみようぜお前のその庭から井戸水を掘り当ててみようぜ刺激さえわからどんな夜も怖くないさ疲れ果てしばらく動けない毎晩見る夢じゃでかい男に追っかけられてる金がなきゃ心にゆとりもないぜきっとこの子にも辛い夢見させてる掘り当ててみようぜお前のその庭から井戸水を掘り当ててみようぜ侵略さえわからどんなにも怖くないさ明日のことなんかわからしない形のあるものは壊れていく先ばかり考えて不安になって上から下に思いだけ追い越されてく今夜もガス管工事まだまだ宝は見つからないらしい時計の針はもう明日差し結局今日も過ぎちまったしばらくするとブルースはもう泣きはしない世界中の大気が生々しくのしかかる井戸水を掘り当ててみようぜお前のその庭から井戸水を掘り当ててみよう それはからどんな夜も怖くないさまずは井戸水を掘り当ててみようぜお前のずっとそこから井戸水を掘り当ててみようぜ冷たい水が飲めりゃきっとまたやる気になるさの快適な速度で
世界の都市や遺跡も見たんだ。僕らは禁断の実をかじった。君がオーディオの電源を入れて、僕らは禁断の実をかじった。なぜだか涙がこぼれてきたんだ。溝の中に入って僕らは歩いた。くだらない奴らはそこには入ってこれなかった。汽笛が鳴る音を聞いた気がした。デモの足音を聞いた気がした。今君はどこにいるんだ。どこに行ってしまったんだ。僕はまたここにいるよ。君とはぐれた場所にまた来てしまった。僕らは禁断の実をかじった。放課後学校の裏山に登って、僕らは禁断の実をかじった。不思議な景色をいくつも見たんだ。台風一過みたいな真っ青な空の下、ストロベリーフィールズが広がっていた。あの時君はそこに寝転がって、また来ようぜって言ってた。僕らは禁断の実をかじった。今日誕生日の、アピアスタッフゆのちゃんに捧げます。流されたわけじゃないが、ここに立ってる。してなかったこの景色の中で、いつの間にかこんなに遠くまで、いつの間にかまた始まりを歌う。どんなとこに行っても俺は変わらない。誰が何を言っても自分でも変えれない。新しいことに胸がはしゃぐから、いつものようにまた始まりを歌う。出会えて嬉しいぜ、乾杯しようぜ。コンビニの前で乾杯しようぜ、yeah! たくさんの人に会っていろいろもらった。痛み悲しみ嬉しいこと
いろいろもらった本音も吐いて、自分も汚れたけどしがみつくように、また始まりを歌う恨んじゃいないさ、乾杯しようぜ。酒じゃなくてもいいから乾杯しようぜ。スーパーのレジ袋は開けられませんけどあの缶コーヒーのプルトップとかちょっとね手こずりますけどあ、いえ、次回、次回、そう、次回ライブ4月、あのね、あ、やばい、7月14だよね、14、14火曜日、え、月曜、火曜だよね、あ、でもね、4月14日火曜日、またここでやらせていただきます。でそしてね、あのバンド、あのザ・グッド・ジェネレーションというバンドをやってるんですけども、あの4月の、4月の3日金曜、金曜日に、大木久保クラブドクター、そしてですね7月の、そしてまず 16日木曜日ね、そう、あのブターリンのあの企画でブターリン大引きる早川小林生、の企画でね、あのやらせていただいて、そこにはね、今日出た表谷、高橋くんも出るんですよ、実は今日一番でやってた。であとね、海民哲という友達がいまして、そいつの生きさせろーずっていうのと、まああのそいつの甥っ子がねスペインに住んでて、あのバルセロナでバンドを組んでて日本に来日するんですよ、うん、それでなんだっけ、ハウスアレント、あ、なんだっけ、ごめん、ハウスアレスト、自宅なんて言って意味だったかなそう、そういうバンドが20歳ぐらいのバンドなんですけど、そいつが来るんで、あの、まあ、企画したいんですけど、まあ、今日からね、あの、紅葉のブシバシとかでやってるみたいなんですけど、あのツアーに来てます、スペインの若手とやります。で、うちらザ・グッド・ジェネレーションというのはグラスゴーから秋葉原にハンダごとに買いに来て、そのまま行って毎日住んでるという設定なんで、あのグラスゴー対バルセロナすごいのを入れますよ。でですね、あなた、そう、僕はね、もう2012年の1月からやってる、計算上マイテントというのはあるんですけども、そこでやってる企画がありまして、アフター311、霞が関の中心で愛を叫ぶ、それ第1、第3木曜日やってます。で、その7月の、2日の木曜日が次あるんですけど、その次がですね、その4月の16を、第3木曜日出てしまったんで、この時ね、テントがなくなると思ってたんで、この頃にはもうテントないな、
潰れてるなと思って入れちまったんで、土曜日にしました。4月の18日土曜日夏休み直前スペシャルということで、それ5時から出ますんで、もうね、計算書の前、テントの前をビアガーデンにしようと思ってるんですよ、今度はね、せっかくだから、夏だしね、枝豆とか持ってきてください。酒持ち込み歓迎大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、土曜日だから土曜日あんま人通ってないし大丈夫です。まあね、それやりますんで、あとですね、これはまあいろいろ告知あるんですよ。7月19日、日曜日、立川大行進、これデモ行進なんですよ、ですけれども、昨年やっぱね、俺もコーラーとしての需要が高くてね、シプレヒコールであるね、原発反対とか言ってるじゃないですか。それのね、コーラーとしての需要が高いので呼ばれてます。また去年もやって、その時は、町の女子高生がなんだろう、俺のコールを聞いて踊ってましたそれはね、結構ね、いい感じのところです。で、今、まあ昨日も国会前3万人囲んだんですよね。3万人ね、皆さん知ってますか。3万人の人間が囲んだ、だってまあ、危ねえじゃん、戦争嫌じゃんってみんな思ってるじゃん。まあだからね、で、昨日っていうのは本当は昨日で国会が終了だったんですよ。本当はそれを会期延長して95日。これがどういうことかというとですね、ですね、法律というのはですね、衆議院でまず可決、ね、賛成だったら可決されて決まって、それを参議院で可決するか否決するかってあるんですけど、まあ、否決の場合また衆議院に戻して、賛成議員の3分の2、出席議員の3分の2のあれだ、人数でこう決まっちゃうんですよね、法律として。で、それをだから参議院は引き延ば、その決が出るのを引き延ばしてれば、その間に会期が例えば終わってしまえば、派遣法とかもそうなんですけど、この間衆議院で決まった派遣法とかを、正しいよね派遣法とかね、改悪とかあるんですが、それが衆議院に決まったんだけど、参議院がこうやって伸ばしててしまえば、会期が終わってしまえばそれはなかったことになっちゃうんだけど、なかったことになっちゃうんだけど、その60日ルールというのがありまして、衆議院で決まったものを参議院が60日ね、で決めなかったら、それは否決したとみなされて、また衆議院で持ってて可決、法律にしちゃうっていう法律があるんですけど、憲法に書いたんだ、これ日本国憲法にちゃんと59条書いたんですよ。ということで95日引き延ばされたら決まっちゃいますね。だからそういうふうな、ね、戦争なんか安保法制とかは憲法違反だとか言われながら、憲法違反じゃないとか言い張ってやってるんですけど、今度はなんかね、逆に自分たちをいい思い通りに憲法を、の解釈を使いまして、やろうとしています。だからね、ちょっと危ないんですけど、もうなんだ、国会議員とかね、やっぱ与党とかがもう3分の2以上いるのか、で、もう国会議員じゃ止められないですね、これはね、どう考えても。そうすると誰にするかって言ったら、みんなが怒るしかない、怒ればいい、まあ別に、国会議員の前にみんな、わーって立って、別に突っ込まなくていいからね、突っ込んで危ないですから、立ってみんなで囲んでしまえば、あ、これは危ねえなって、やべえなって、ニュースでも報道されるし、安倍ちゃんは辞めることになると思うんですけど、ね、本当は安倍ちゃん辞めるだけでは、自民もね、ちょっとね、調子こいてるからね、ぶつぶした方がいいと思うんですけど、まあね、まあそうなんですよ。だからね、まあ、本当、戦争の問題とか、本当、若い子たちが、自分たちの問題じゃない、俺たちもだってね、そうだけどね、生きてれば、まあもしかしたらね、50だからね、50だからね、調布行っちゃうのかな、俺。ね、もう、いや、ね、それね、だって、高瀬君のお父さんとかね、あれですよね、俺の姉貴ぐらいの、ね、年齢ですからね、もうね、この若いやつ、ね、言いたいことが言えばいいんすよ、ね。でもなんか普通にこういうことがなりゃいいなっていうか、ね、これ政治とか、なんでもいいんだよね、歌うの別に政治の歌ってるかったって、そんな当たり前だし、と思ってるんですよ。もう亀の子だわしから、衆議院のことまで歌える、そういうシンガーがね、やっぱ素晴らしいと思うんですよ、俺は。ね、こんな、すごい、だからみんな、
みんな行っちゃまずいって自主規定じゃん。自主規定しちゃってんのか。自主規定しないで何言ったっていいんだよ。外れてようがなんだろうが、筋肉はねでもいいんだ、なんか言ってしまえば、そういうふうに言うのが民主主義だと思います僕は、ね。まあ、そんなわけで、これから一人一人が自分の言いたいことを言うためにってことは言ってください。言ってね、本当。まあダンス規制法が通らなくなってライブハウス規制法出そうとしてますからね、本当に今の人々。本当ね、俺たち守っていかないといけないね。別に、まあ守り方もいろんな守り方があると思います。歌を歌ってもいいし、ね、デモに行ってもいいし、なんかいろんなやり方がある。でも見せなきゃいけないと思うんですよ。見せなきゃ、人に見せなきゃそれは伝わらない、ね、当たり前の話ですけども、そんな感じです。まあそんな感じでそういう風にやっていこうっす。退屈している子供魂のイベントには興味がない、まとめ売りされてるんでやし、葬式パレードに待つのはごめんだ、俺の中のロックバンドが騒ぎ出すソウルエンジン、もっと強く途中に響き渡れ、生まれてきた喜び、泥を蹴って車に回ろう、下が振りをしている連中、人生について大切なことはどうたらこうたら、俺はちゃんとした感触が欲しい、前は見る目を誰の手にも渡しゃしない、さあやっと手に入れた地図を頼りに走ろう、ソウルエンジンもっと強く途中に生まれてきた喜びに泥を蹴ってはしゃぎ回ろう、事よごとに関わるトラブルと見えない熱いを見えて言い訳ばかりしてたから、乾いた喉を潤す泉を見つけ、もう一度痩せた土地を耕そう、持てないけど戦うことを諦めちゃいやしないぜ、あいつが今銃を持ってきた、心の銃を使って戦っていくのさ、あいつじゃなくてもこいつじゃなくても君をきっと話はしない、決して負けない強い力を僕は、一つだけ持つ、愛するものがないなんてもう生きてる意味がない、ここに何か残さなければ死んでしまう価値もない、風が吹けそうとしている足跡の重みの分を、俺がここで生きた証しをもっともっと刻むために、おう汗を流して強く確かに踏み込もう、ソウルエンジンもっと強く途中に引き渡れ、生まれてきた喜びに泥を蹴ってひしゃぎ回ろう、ソウルエンジンもっと強く途中に引き渡れ、生まれてきた喜びに泥を蹴って
車に回ろう。おお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 おてくれる女の子募集してます。これ結構使えるよ。50男ね、口説き文句に一緒にカップル割引行かないかい。そんなわけで楽しい未来になることを。あいにくの雨降りで
傘を差したまんまマクドナルドの紙袋開く渋谷アックスの前4月なのに冬みたいでもまだポテトはあったかかった2人でギネスで乾杯フロッキンモリーを見るんだオーベルもパンクスも老若男女さまざま日本人もアングロサクソンもアイリッシュパンクにやられてくワン・ツー・スリー・フォー跳ねる押し合う波に飲まれるぶつかり合って痛いでも各自はしゃいでる最高の笑顔で最高の笑顔で勝ち組たちを笑う酔っ払いやらばロックが好きでよかったライブのたびにそう思うヒゲスピーカーのまんまで明日も耳がキンとしてるきっと地球儀をちょっと回せば時代が散らばったままの土地食べ物も人権も奪われたままの被害者たちそこから距離も温度差も遠いところにいるけれどロックが世界を変える日は昨日より近づいてる気がするワン・ツー・スリー・フォー跳ねる押し合う波に飲まれるぶつかり合っていたいでも各自はしゃいでる最高の笑顔で最高の笑顔で支配者たちを笑う酔っ払いララバイロックンローラーは言ったロックが大人になった僕ら何ができるかな戦争を止められるかなシンプルな愛を続けれるかな想像すれば簡単だろうロックンローラーは言ったワン・ツー・スリー・フォー跳ねる押し合う波に飲まれるやっていたいでも各自はしゃいでるワン・ツー・スリー・フォー跳ねる押し合う波に飲まれるぶつかり合っていたいでも各自はしゃいでる最高の笑顔で最高の笑顔で支配者たちを笑うよっワン・ツー・スリー・フォー跳ねる押し合う波に飲まれるぶつかり合っていたいでも各自はしゃいでるもう一回ワン・ツー・スリー・フォー跳ねる押し合う波に飲まれるぶつかり合っていたいでも各自はしゃいでる最高の笑顔で最高の笑顔で世界中べてへやれ酔っ払いやらばい
待って、ありがとうございます。